なるほど。大塚健二さん、実はですね、ホログラムの映る瓶型の、あの、なんとバーチャルの 3D のアイドルみたいな女の子を表示して会話ができる AI が、なんと日本企業から販売されてて、ただ会話できるだけじゃなくて、はい、インターネット繋がってるんで、メール送ってきてくれたり、電話かけてきたり、すごい。コミュニケーションが取れるっていうのが、25万ぐらいで売ってます。25万そんなお金持ってない。むしろ25万で買えるんですね。そんなお金持ってない。無駄ビーチで探した方がもう、はい。25万いきますよ。そうです、そうです、そうです。だから今日は募集します。はい。FM ギノワンで放送するより、スタジオでね、放送するより、こっちで呼びかけたら絶対。じゃあ、FM ギノワンニュースいきますね。はい。はい、ここで FM ギノワンからのお知らせです、はい、はい、本日のお知らせですね。まず、沖縄市民小劇場アシビナー20周年記念事業と題しまして、はい、シアタードーナツセレクションの沖縄と平和を感じるドキュメンタリー上映を、7月7日土曜日および、7月8日日曜日に開催いたします。はい、来週ですね。来週ですね。こちらですね、なんと、コスタリカの奇跡という映画、こちらとですね、あと片笛、はい、沖縄の片笛です、まあ、でもこの映画両方ともですね、はい、海外の映画なんですよ。あ、そうなんですか。はい、この片笛っていう映画も確かですね、海外の監督さんが沖縄に来て撮影してる、はい、そういう内容なんですね、はい、映画だったと思いますので、皆さんぜひですね、はい、こちらの方、なんとすごくお値段が、あのリーズナブルといいますか、あの入りやすい、あの金額設定されてますので、はいはい、入場料当日のみですね、一般が1300円、はい、中高生1000円、小学生650円となっております。いいですね、はい、リーズナブル、リーズナブルな、はい、あの非常にあのいい金額の設定になっておりますので、皆さんぜひね、はい、あの当日、平和について考えながら、はい、この映画をお楽しみいただきたいなと思っております。はい、アシビナーというと沖縄市、ね、そうですね、沖縄市のコリン座にあります、はい、中にありますね、はい、小劇場アシビナーでございます、はい、うーん、まあ、実は僕もこちらでね、いろいろとやったことがあるんですけども、はい、すごくいい劇場ですのでね、うん、私も一回劇を見に行ったことがあるんですけど、アシビナーに、いいですね。僕は劇に出たことがあります。ここの会場で、バックヤードも知ってます。まさかの。じゃあ私がもしかしたら見てたかもしれないですね。いや、それはまた別、それはまた別だと思いますけど、はい、ということで、はいはい、こちらの上映ですね、皆さんお楽しみにされていただきたいと思います、はい、そしてもう一つ、こちらせがあります。こちらですね、歌いたい残したい童話歌唱ということで、はい、童謡100年記念第12回全国童謡祭りが、2018年7月1日日曜日、これはですね、あさって行われますね。これも沖縄市市民館、市民会館大ホールにて行われます、はいはい、お時間が PM2時、お昼の2時から夕方4時まで、入場料が大人1000円、高校生以下無料となっておりますので、皆さんぜひぜひお越しください、はい、ただ7月1日、はい、台風が近づいてるんですよね。ちょっと最接近の予報になってますので、はい、まあ、そちらの情報もね、注意しながら、ただ暴風域ができるかどうかまだ分かってないので、まだそんなところなんですね、はい、うん、まあ、室内で楽しめるイベントですからね。そうですね、これを機に、まあ、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、はい、まあ、司会者のね、ピラミナ善子さんとかね、うん、FM 小座とかにすごくゆかりのある、はい、そうなみたいですね、はい、うん、僕も一度お世話になったことがありますので、私も先日初めてお会いして喋ったんですけど、はい、もうすごいオーラも輝いてて、そうですよね。すごいですよね、はい、だからぜひ、でこのもう童謡の話もすごい熱く語ってくれたので、はい、ぜひ見に行きたいなと思いました。いや、もう皆さん、はい、これはもう見るしかないので、足を運んだ方がいいと思います。よろしくお願いいたします、はい、そしてですよ、はい、なんと、はい、明日ですよ、なんと FM ギノワンでは特番がございます、
そうですね、はい、あの番組、あの番組火曜日の人気のあの番組、はい、ショットストリームがですね、はい、なんと19時から5時間連続の特番放送となります。5時間、はい、すごいですね。またいや長いですよ。どのような番組かと言いますと、はい、毎週テーマを決めて、はい、あのリクエストをリスナーさんから募集をかけて、それを放送内に流していくという番組でして、はい、皆さんね、音楽が好きな方、はい、明日はその特番参加していただいて、うん、はい、リクエストもいっぱいお待ちしておりますので、よろしくお願いします。テーマが夏にまつわる曲、夏にまつわる曲、はい、夏ということで、はい、皆さんのサマーソングリクエストお待ちしておりますので、はい、FM ギノアのメールだったり、はい、ツイキャスでの参加、いろいろとお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。そしてですね、はい、この特別放送、はい、実はあの FM ギノアンのギャラリーの方に料理等も用意してお待ちしているということでしたので、皆さん直接来れる方はね、ぜひ来て、はい、楽しんでいただきたいと思います。直接来ちゃって、はい、もうその場でリクエストして食べて食事と飲み物を楽しんで、いいですね、はい、絶対楽しい会になりますので、そうですね、お越しいただきたいなと思います、はい、ということで以上、はい、FM ギノアンからのお知らせでした、はい、ということでちょっとトークテーマの方に行きましょうかね、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、本日のトークテーマ、日本代表となっております。日本代表にまつわるエピソードというか、皆さんが思う日本代表とは何か、ぜひメッセージやメールお待ちしております。そして今ビーチで遊ばれている皆様も、ぜひぜひどういった日本代表、私が日本代表になるならどういうことがあるかなとか、いろいろもしあれば直接話しに来てもいいですよ。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これをきっかけに僕のパートナーになってください。パートナー探しを、僕のパートナーって言ったらなんか怪しいですね、はい、ちょっと怪しいですけど、はい、これはサザンブリーズのパートナーを探しております。おります。この今放送している番組ですね、はい、僕が来週から一人になるので、一、はい、人になるので、一人なのか、それとも二人なのか、二人なのか、うん、気になるところ、それはあなたにかかっております。ということで、はい、皆さんぜひぜひおしゃべりしたい方、はい、この時間空いてるよと、はい、いつも話せるよという方、31歳のおじさんと話もいいよという心の広い方、はい、お待ちしております、はい。もしかしたらね、これを機に日本代表のパーソナリティに、はい、なるかもしれない、なるかもしれないですからね。そうですよ。ぜひ新たな道が、はい、興味のある方、ね、開かれるかもしれないです。FM ギノマン、FM ギノマンまでお問い合わせいただける。緊張しすぎてるわ俺、今日は気合が入ってるのか、気合入ってるわもう。はい、ということで日本代表にまつわるツイキャスでのコメントもたくさん来ております。タイゴさんから、日本代表の調味料はわさびと来てますね。 FEC の芸人さんではなく、いるんですか。調味料のわさび。いるんですか。そうなんです、FEC にわさびという芸人さんが、はい、おわさびさん、わさびさんなのかな。わさびさんね、見た目がシージャーなんですけど、はい、ウッドゥーでしたね。貫禄があるんですかね。そうなんですよ、僕ずっとシージャーだと思って接してたんですけど、はいはい、プロフィール見たらウッドゥーでしたね、はい、皆さんウッドゥーわかりますか。ちなみに気になる本土の皆さんはちょっと調べてみてください、はい、シージャーとウッドゥー、シージャーとウッドゥーについて、はい、ジリーとかも言いますよね。ジリーとか言いますけど懐かしい。やばい、はい、でも調味料結構ありますよね。なんかそうですね、日本代表というか、なんか日本結構やっぱ調味料充実してるというか、豊富ですからね、はい、醤油だったり、あと何が浮かびます、はい、からしとかですか。ああ、あと味噌とか。そうですね、味噌ですよね、まあ、沖縄を代表するといえば、はいはい、まあ、高齢グース、高齢グースありますね、まあ、あれやめられないですよね。高齢グースかけたくなりますよね、やみつきになりますよね。ただ高齢グースね、一応青森に漬け込んでるんで、はい、皆さん使いすぎにはご注意ください。あれ飲酒運転になりますよね。かけすぎにはご注意、かけすぎにはご注意。一応、はい、入れる分には、まあ、軽く味付けの分には、はい、アルコール分飛ぶんで、もったいないかと思うんですけど、はい、いやね、そのまま飲んじゃう人もいるらしいんで、ダメダメダメ、そんなのダメ、お酒代わりにみたいな。そんなのダメダメ、いやちょっと危ない。ダメですよ、皆さん運転する皆さんお控えくださいね、はい、はい、でもなんかやっぱ日本代表曲とかもでもありますよね。そうですね、日本を代表する曲とか、あの何でしたっけ、坂本九さんの、そうですそうです、
上を向いて歩こうとか、なんかあれはですね、はい、なんと、はい、照り焼きの歌というタイトルで海外では有名です。名前がちょっと全然あれですけど、照り焼きさん、照り焼きさん、なんで照り焼きっていう、照り焼き曲調と全然合わないそうなんですよね感じですね、はい、あと日本、はい、あの沖縄の歌とかでもね、うん、沖縄の歌何が確か世界有名ですか。ですね、花、花とかは結構、はい、あちこちこのリバイバルと言いますか、はい、カバーされてまして歌われてるっていうことでありますね。そっか、沖縄もすごいですよね。この、はい、まあ、日本代表という前にまずはやっぱりうちなんちなので、そうですね、ちょっと沖縄を押していきたくなるところがありますけど、一応沖縄が結構日本を代表しているところもないことはないので、はい、そうですね、はい、こういった音楽とかですね、まあ、芸術系とかは結構割と沖縄が引っ張ってる部分もあるかと思いますのでね、はい、そういうのもちょっと興味持っていただければな、はい、いいですね。これを機にちょっと、はい、日本に誇りを持って、日本に誇りを持って、沖縄に誇りを持って、沖縄に誇りを持って、はい、宣伝していきましょう、はい、あ、そしてシュプリームさんから、コーレーグースはマングースか何かの仲間ですかって、シュプリームさん絶対知ってますよね。知ってますか絶対知ってますよ、ね、だから多分わらわらがついてるんですね、はい、いやいやいや、高齢グース、さっきも言いましたけど青森に唐辛子漬け込んだやつですよ。そうです、沖縄そばには欠かせない、欠かせない調味料です。だから沖縄そばが食べきれなくなった僕にはもう使えないあの大変な、食べれない理由は何でしたっけ。豚アレルギーです。豚アレルギーこの豚きついですね、はい、豚肉って言ったらもう沖縄は外せないですよ。そうですよ、だから豚の入っている料理を見つけるたびに、はいはい、この豚って悲しくなっちゃいますね。悲しくなっちゃいます、この豚って豚この有名なセリフをね、はい、僕が使うことになるとは思ってもみませんでした。自分にしっくりくるとは、しっくりくるとは思わなかったですね、はい、あぐーダメやんって、人生送りバントさんから、あ、失礼いたしました、はい、あの雨男レイニーさんから、はい、照り焼きソングって言ったんですけど、すき焼きソングらしいです。すき焼き、照り焼きじゃない、失礼いたしました、照り焼きとすき焼き全然違いますね、はい、言葉 の, あの印象だけで覚えておりました。でも焼きだけ一緒なので、焼きだけ一緒なんで、はい、あ、大塚健二さんから、食べられるのにアレルギーが厳しいですね。そうなんですよ、僕あの豚大好物なんですよね。なんか大好物がアレルギーってちょっとかわいそうだなって思います、思うんですけど、はい、でもその率が高いんですよ。ですよね、大好物ほど食べることが多いので、なりやすいんで、皆さんね、なりやすいんですよね、気をつけてくださいよ。好きなものでもほどほどにですよ、ほどほどにですよ本当に、はい、ほどほどにしないと僕みたいになりますよ。あら、初心者さんから、ちょっと前ですが、はい、沖縄出身のキャンマリーさんが北朝鮮でハードロックの演奏したのはすごかったですよって。キャンマリーさんっていう方がいるんですね。ご親戚ですか。いえ、知らないですか。親戚にそうマリーさんとはいないんで。でもキャ、沖縄のキャンって結構いろいろあちこちあるんで、はい、ありますね、はい、僕は沖縄市のキャンなんですよいろんなところにキャンが、結構首里側にも多かったりね。じゃあもう県内各地にそうですよ。で、名護にキャンはほぼいない、なんか少ないらしくて、はい、なんかだからキャンがあだ名みたいになりましたね、大学時代は。おいキャン、おいキャン、おキャン、キャンっていう名前自体が、まあこのど忘れしたんですけど今ん、キャン、キャンさんいますよね、はい、という名前自体が、はい、芸名みたいな、あめっちゃ今ど忘れしたんですけどニックネームとか、はい、うんうんうん、いますね。だから実際ですよ、はい、僕の大学の時の陸上の監督に言われてたのは、はい、キャン太郎って言われてましたね。キャン太郎、キャン太郎って言われてました。うん、だからなんか、ん、本名なの、はい、あだ名なの名前みたいなもはやもう名前になっちゃいそうな、もはや名前になっちゃいそうなあだ名をつけられて、うん、なんかキャン太郎って言われてましたけどね。面白いですね、はい、まあ、珍しい名字ですよね、やっぱ。そうです、そうです、うん、ありがたいですよ。でも、はい、本土に行ったら一発で覚えられますからね。いいですね、本当ですよ、みんなが羨ましがってました、はい、美人な、覚えられやすい、はい、ホテルのカウンターのお姉さんに、はい、顔パスできるようになったキャンさんですよね、
あ、みたいな、はい、1年に1回しか行かないホテルで、あ、すごいですね。そうですそうです。名前効果、名前効果、美人に名前を覚えられる。めっちゃ疲れましたけど、そうだったら。あ、そうなの。肘打ち食らいました。痛かったな。あ、さあなんかキャントークになってきました、ね、今シュプリームさんからも南部のキャンミサキさんはキャン君と関係ありますかって。あのですね、キャンミサキですね。このいじりのせいで、はい、あのミサキさんっていう同級生とすごい険悪になりました、はい、あの周りが、はい、いいキャンとキャン、あの結婚したらキャンミサキやしみたいな、あ、それを散々やられたらしく、はい、なぜか僕が嫌われる。いやいや、周りが嫌われるべきでしょ。いいですね。なんで僕なのというね、はい、うん、そういう悲しい過去もございますので、ね、そのいじりだけはちょっとやめていただきたい。ブラックないじりだったようですね。まあ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 、はい、まあ僕には影響ないんですけどね、うん、他の人がちょっと嫌、はい、だなって思う人もいるみたいなのでね、お控えください。そういういじりがあるんですね。そうです、そうです、うん、はい、さてキャンさんトークが、キャンさんはキャノンのご子息ですか。キャノン、キャノン、すみません、僕は使ってるカメラソニーです。アルファです。キャノンとは関係ございませんという。キャノンとはこう関係ございません。ちなみにですね、はい、じゃあもうここまでキャントークが盛り上がるということは、はい、キャンは日本代表でよろしいでしょうか。日本代表なんでしょうかね。キャンというこの日本の誇る名字、日本の誇る名字。いや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 。たくさんいますよ。日本を誇る。沖縄比嘉とかじゃないですか。沖縄一応多いの比嘉です。比嘉さんですね、はい、比嘉さん、大城さん、金城さん、鈴木さん、佐藤さん、佐藤さん、うん、そうですね、はい、山田とかとか多いですね。多いですね、はい、うん、いやでもキャンって名前ゴロがいいですからね、うん、できる男ってなりますからね、はい、CAN CAN それもありです、ね、ちなみに FM 技能案でキャンって名乗ってる僕は CAN で名乗ってますからね。キャン、皆さん漢字で書いてる皆さん、実は間違いですよ。僕 CAN のキャンなんですよ、うん、っていうちょっとね、こだわりを、新たなこだわりがありました、はい、ちょっとだけ出してみてね、はい、ということで一旦ですね、はい、ここで CM いっちゃいましょうかね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ一旦 CM でーす。牛角カルビとダブルタンボ、黒糖さつバター、美味しい。ラーメン食べるか、ライス食べたい、美味しい、やってる、はい、牛角宜野湾店好評営業中、話します、お願いします。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は。そうなんです、葬儀社全然浸透してないんですよ、誰も書いてくれない。住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。口で言ったら結局皆さんキャンさんって結局感じになっちゃいますからね。毎日夕方午前中からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から。本当の名前だと KYAN なんですよ、住吉国際ジュニアクラブ。なんか空気読めないみたいになっちゃってますけど、それは家族の幸せ。それをあえて私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えました。でも英語でちゃんとキャンって笑顔と孫子のアイキャンドゥ、お問い合わせは937。ちなみにあのこれを思いついたのは、あのそうです、あの Yes We Can の、 あのオバマ大統領のあれを、あ、便利に使えるなと思って、うん、Yes I Can、 仲のいい友達と、あ、一緒に行こう、あそこから大切な恋人と、あ、一応それと、あとはそのさっき言った大学 の、 あの監督がですね、そのつながりを、いつかお前芸能活動とかするともう CL でキャンでええやん、ラブインアクション、まあ、確かにそれもありかな。今日は海に行くって言ったさ。綺麗な景色を見ながら、それはきっかけでございます。ゆっくりしたいわ。どうしたらいいんだ。家族みんなの思いを叶えるお父さんの味方。Excuse me。ふわふわしてますね。さて金曜日サザンブリーズお届けしております。時刻は5時
49分を回っております。そろそろ後半戦に入ってきましたね。そうですね、はい、ということでこの時間帯に私のコーナーやってましたが、はいはい、実は、まあ、このコーナーの延長戦じゃないですけど、はい、ついに7月から私の番組が始まることになりました。お、ありがとうございます。そんな BGM まで。その番組がタイトルがですね、一応決まりまして、旅とインスタをかけて、はい、旅スタグラムという名前にしました。いいじゃないですか、はい、ちょっとおしゃれに行きましたよ、はい、いい感じで、はい、で楽しみですね、はい、この私がお出かけしたりとか放浪したりするのが好きっていうのがちょっとまあこうじてというか、はい、こういうコーナーもやってたんですけど、それが30分番組でお届けすることとなりました。日にちが金曜日の夕方4時から30分となります、はい、なのでこのビーチにちょっとサザン駆けつけられないということで。そうですね、まあ、スタジオでやるときはね、はい、またお手伝いいただけると思うんですけども、はい、うん、今後はちょっとそういうピンチヒッターとして、はい、サザンブリーズ来たいと思います。お願いいたします。ゲストで来ましょうかね。ぜひぜひお願いいたします。はい、なので私の番組もぜひ来週の7月6日ですね、はい、金曜日夕方4時からお届けしますので、そちらにもぜひお聞きいただいてコメントやメールもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、という告知でした。まあ、いい旅立ちですね。いい旅立ちですね。もう本当に昇進のような素敵な頃のタイトル、はい、羨ましいなと。あ、よかったです。僕の宇宙に、あ、はい、宇宙の話をしようみたいな、ちょっと単純なやつじゃなくてね。、うん、私も一回そういう系にしようとしたんですよ、はい、なんとか行こうみたいなやつにしようとしたんですよ。でもなんか もっとちょっと他のを探してみようと思って、宇宙と話をしようとちょっと被るので、はい、ちょっと外していこうと思いました。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうとかもありますからね、うん、ありますね、はい、そこもありましたね、はい、だからもうなんかレッツとかも使いたかったんですけど、あ、被る。使いたいものことごとく結構やっぱあったので、はい、番組名でも考えるの難しいですね。結構大変ですよ、うん、意外とこうやっぱりいろんな番組があるので、はい、うん、それに被らない言葉を使おうとなると、そうですね、まあ、僕は最初から外しに行ってたんで楽でしたけども。なるほど、はい、まず宇宙自体で被るものがないですからね、まあ、まずそこですよね。まずそこですよね、まあ、でも旅って言ったら、はい、でも本当に今回のこの番組タイトルすごい素敵だなと思います、はい、あ、よかったです、はいはい、ちょっといろいろ凝っていこうと思うので、はい、皆さんぜひ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 お楽しみにされていただきたいと思います。ください。そしていろんなお出かけ情報とかで、はい、私が実際に行ってきたお話とかを、はい、まあ、インスタのようにバーっとゆっくりゆったりのんびりと話していこうと思うので、はい、旅の参考とかにねしていただければと思います。ぜひ皆さん、はい、要チェックですせー、はい、ということでよろしくお願いします。よろしく。はい、はい、あとですね、はい、ちょっと僕もお知らせを挟みたいんですけど、はい、どうぞ。DJ ザッサさんから連絡がありまして、はい、なるほど。DJ ザッサさんがですね、はい、なんと明日からですね、はい、大阪山口にちょっと出現するという情報がありまして、旅立つんですね。旅立つというか、そう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 、明日の夜、はい、大阪で、はい、まあ、琉球ドラゴンプレスさんの試合があるということで、はい、そこで音響をするそうです。おで、その翌日7月1日は、はい、なんと山口県まで移動して、すごい、山口県で琉球ドラゴンプレスさんの試合をします。お忙しいですね。大変みたいですよ。ザッサさんもね、はい、またもしかしたらこのサザンブリーズにも現れるかもしれないんで、うん、そうですね、はい、たまにたまに僕がちょっと出れない時にね、ちょっとお手伝いいただくと思うんで、皆さんぜひそこはスケジュールを合わせていただ、はいてザッサさんの方も応援していただきたいなと、ぜひ応援してください思います。すごいですね、沖縄を飛び出して、沖縄飛び出し、そのうちザッサさんが日本代表になるんじゃないですかね、はい、かもしれないですね。琉球ドラゴンプロレスを飛び出してさらに日本代表 DJ、 なるほど、どうなんでしょうかね。DJ ザッサさん今度聞いてきましょうね。いつになりますかね、はい、でもいつになるのか、そのつもりはあるのか、うん、ちょっと聞いておいてみますので、なるほど、そのつもりがあるかも。ということで、お届け今日も、はいはい、サザンブリーズをお聞きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、またちょっと日が照ってきたトロピカルビーチですけれども、はい、
この後も、まあ、まだ今日が落ちるのが遅くなっているのでビーチで遊んでいる皆様ももう真夏を味わって楽しんでいただければと思います。はい、はい、サザンブリーズは、まあ、晴れてれば毎週金曜日トロピカルビーチから放送しておりますので、はいはい、今ラジオをお聞きの皆様もそしてツイキャスなどでお聞きの皆様も楽しんでください。お願いいたします。はい、そしてマナミの卒業に伴い、はいはい、来週私のパートナーはいませんなので皆さんねおしゃべりしたいよ、はい、そうなんです、発信したいよという方募集しておりますので、ね、ラジオでちょっと喋ってみたいなっていう方もう本当に気軽にね、はい、もう喋れる番組なので。そうです、はい、でましてや今の時期だとビーチを目の前に喋れますから、はい、そうですよ、この開放感たるやそうですよ、はい、日焼け止めだけちゃんとしてね、うん、はい、はい、ぜひぜひご連絡ください。お願いいたします、はい、ということでサザンブリーズ金曜日お届けしましたのは FM ギノワマナミンと、私ミキさんのキャンでした。はい、この後はムービングウェーブ音楽番組となっております、はい、ぜひぜひお楽しみください。お楽しみください。はい、それではサザンブリーズ私卒業しますがこれからもよろしくお願いします。また来週じゃねー。はーい、はい、お疲れ様でした。私今日最後なんですよ寂しいですよ、もう